バニャルカ。バニャルカ。セルビア語、ボスニア語、クロアチア語は、ボスニア・ヘルツェゴビナの西北部にある同国で2番目に大きな都市である。また、連邦国家であるボスニア・ヘルツェゴビナを構成する2つの共和国のうち、セルビア人主体のスルプスカ共和国の最大の都市で、事実上の首都となっている。法的な首都は、サラエボに隣接するイストチのサラエボ。 ボサンスカ・クライナ地方の中心地。海抜163メートルに位置し、90キロメートル南方からブルバス川が流れ込み、周囲を丘に囲まれて、くぼ地をなしており、市内には泉が多くある。バニアルカ周辺は森林地帯が広がり、少し離れた場所は山地となっている。バニアルカ自体はバニアルカ定地に位置し、山地の標高が 徐々に変わる地点に位置する。周辺の名前の知られた山には、マニャーチャ山、ジメルニツァ山などがあり、ディナルアルプス山脈の一部に含まれる。バニャルカは大陸性気候に属し、寒さの厳しい期間が長い。最寒月は1月で平均摂氏0.8度、最寒月は7月の平均摂氏21.3度である。 年平均降水量は988ミ、mm、リメートルで143日間は、降雨日である。井戸の影響からワニャルカではほぼ毎年降雪が見られ、強い風が来た、または北東方向から吹きつける。時折、ハエにより暑い天気ももたらされる。セタルメンツ・オブ・シティ・オブ・バンジャルカ、アギノ・セロ、バンジャルカ・バー・ラベシー・バスト・シー・ビストリ・カッポコック、ボーコビサイ。 フロンザニーマイドンシリスイコクウリレベリアーチ、ダバーンジャンドレアガコチドラオクウリッチ、デュチェコーベシーコリージーアイボンジスカジャガレ、クマッカーニーコラコラドンジャクミンクルーパイエヌエベバスクリーニーローケバリルシジアルビセボ、メリーナモチケアブローバッツパバサイパベローバッツ、ペボンドンジ、ペボンゴーンジーピスキャビカパニアプライジャコーベシー、プライジェコニープランジーバーマリラドマナスイ、 ロドセブスカラマサイリーカバススラビカストラティムスカ、ストリセサイサボトカサーゴバクシモサイスリバーノ、ベラサイバイラシーザルーザニー。ゼロンシー。バニャルカが最初に文書に言及されたのは1494年2月6日のことであるが、バニャルカの歴史は古代に遡る。古いカステルケイストルを含む最初の数世紀のローマ帝国時代の十分な形跡が残されている。 バニャルカ周辺全体はイリュリアの王国に含まれ、ローマの征服後には属州イリュリクムの一部となる。その後、イリクムはパンノニアとダルマチアそれぞれの属州に分離される。どのように移住してきたかはまだわからない部分も残されているが、スラブ人がバニャルカ周辺に定住するのは7世紀のことであった。バニャルカが最初に研究されたのは1494年の フランスロー二世紀の文書により、バニャルカの町の名は、バンノクサチ、または、峡谷から来ているとされるが、バンノクサチのは、不確実な点が残り、民間語源的には、バンジャ、バイナと、ルカを組み合わせたものとされる。また、他に提唱されている説には、ハンガリー語での、名称であるルークの鉱山を意味するルカクスパーヤ、のスロバキア語でのバンジャルカ等もある。 オスマン帝国によって支配されていた期間のボスニアでは、バニャルカは、ボスニアのパシャルクの中心都市で、現在町の主要な通りとなっている場所に領地が築かれた。最も著名なパシャは、1566年から1574年にかけて、統治を行った、ボスニア人のフェルハトパシャ・ソコロビッチである。フェルハトパシャは、オスマンキのバニャ、ルカ・ケントに深い役割を果たした人物の一人で、 手工業、小麦の倉庫、浴場、モスク等200以上の建設計画を実行している。モスクの建設期間中水道施設が周辺の住宅地区に敷かれ、道路などのインフラの整備とともにバニアルカの経済や都市化が進み、ボスニアでの政治、経済の中心地の一つとなった。1688年、ハプスブルクの軍の侵攻によって破壊されるが、すぐに再興する。 あとに、オーストリアの軍はしばしば介入し軍事的にバニアルカを開発し、戦略的に軍事的な中心的とした。政教の教会と修道院がバニアルカ近郊に19世紀に築かれた。19世紀、初期の工業化が進み製粉所やビール醸造所、レンガ工場、織物工場など様々な重要な建築物が建てられた。地域のあらゆる分野を率いる都市であったが、 オーストリアイコールハンガリー帝国主廃期までは他のボスニアの地域同様近代化はされておらず19世紀後半から鉄道、学校、工場等のインフラの出現と開発によって西欧化が進んだ近代化が進んだ場にあるかは第一次世界大戦後ユーゴスラビア王国のブルバス州の州都となるブルバス州の州都として初代総督 バンスベティスラブ・ミロサブリエビッチ期に急速に発展した。この間、バンスキード・ボルや行政庁舎、セルビア政教のイタリ生産者協会、劇場、博物館などの建設、グラマースクールの刷新、教員養成校の拡大、橋の整備、公園の改修などが行われている。1930年当時、バニャルカでは125の小学校が機能していた。その時期、 革命的な考えであるパラジックが生み出され、教会や生徒のクラブが組織され、バニャルカは自然と地域の反ファシスト運動組織の中心地となっていった。第二次世界大戦時、バニャルカはクロアチアのウスタシャによって支配された。バニャルカのほとんどの身分の高いセルビア人やセファルディムの家族などは追放され、周辺のウスタシャが設置した強制収容所である ヤセノバツ強制収容所やスタラグラディシカ強制収容所へ送られた。1942年2月7日、クロアチアのフランシスコ会修道士ミロスラブ・フィリポブチ、率いるウスタシャ勢力は多くの子供を含むセルビア人をドラクリッチやモティケ、シャルゴバツなどのバニャルカ近郊で逆を行っている。市内の政教,教会はウスタシャによって全て破壊された。 バニャルカが解放されたのは1945年4月22日である。1969年10月26日と10月27日にマグニチュード6.0と6.4の2回の壊滅的な地震によって多くの建物が被害をこむった。15人が死亡し、数千もの人が怪我を負っている。テタニクと呼ばれた街の中心部にあった。 大きな建物は取り払われ中央広場となった。ユーゴスラビア全土からの助力によってバニャルカの再建は進められた。この時期、周辺の村や遠く離れたヘルツェゴビナ地域から多くのセルビア人が移住してきている。1990年代前半のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の勃発によってバニャルカの街は相当な変化をした。 ボスニア・ヘルツェゴビナが独立を宣言すると、スルプスカ共和国が成立し、バニャルカは、事実上のセルビア人構成体の政治的な、中心地となった。マニャチャ強制収容所が、バニャルカ近郊のマニャチャ山陸に、クロアチア紛争とボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の起こった1991年から1995年の間存在した。マニャチャ強制収容所は、国際的な圧力の下 1993年後半には一時、閉鎖されたが1995年10月に再開している。当時、約4500人から6000人の主にサンスキ、モストやバニャ、ルカ地域からのヒセルビア系の人が収容されたとされる。1995年、ボスニア系当局によって、強制収容所が攻略されたとき、収容所で殺されたと見られる85の遺体が、 発見された。マニチャ強制収容所は、ユーゴスラビア人民軍とスルプスカ共和国当局によって設置され、クロアチア人やボシュニャク人ナショナリスト生を収容、監禁するのに使われていた。紛争中およそ4万人のセルビア人がクロアチアから逃れてきている。同時期、バニャルカからは、ほとんどのクロアチア人やボシュニャク人は逃れており、16のモスクが破壊された。 裁判所は、バニャ・ルカ当局に対し、モスクの破壊に対して4、200万ドルの支払いを命じている。しかしながら、バニャ・ルカ地方裁判所は、その後、3年の事項を自由に判決を覆した。ボシュニャク人コミュニティは、判決を不服とし上訴することを誓っている。2001年、数千のセルビア人ナショナリストが、ボシュニャク人が行う16世紀以来の歴史ある。 フェルハディアモスクの再建の式典に狙いをつけ、襲撃を行っている。襲撃には、警察当局が関与した兆候もあった。暴動を始めた40人のセルビア系ナショナリストが、逮捕されている。今日、バニアルカ基礎自治体の人口はおよそ25万人で、セルビア系の人口が、圧倒的多数を占めるほか、クロアチアからのセルビア系難民も含まれている。 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時の1992年から1995年にかけて6万人のボシュニャク人やクロアチア人は町から逃れるか追われたりしている。ボシュニャク人やクロアチア系の市民の一部は帰還しているが戦前の水準までには未だ戻っていない。1991年の国勢調査ではバニャルカ基礎自治体の人口は19万5692人であった。 バニャルカはボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の一つであるスルプスカ共和国の首都として重要な役割を担っている。多くの構成体や政府の機関が本部を置いている。スルプスカ共和国政府やスルプスカ共和国国民議会はバニャルカをベースとしている。ボスニア・ヘルツェゴビナ中央政府の付加価値税局や預金保険機構。 ボスニア・ヘルツェゴビナ中央銀行の支店などもある。オーストリア、クロアチア、フランス、ドイツ、セルビア、イギリス、アメリカはバニャルカに領事館を置いている。1990年代初めのボスニア・ヘルツェゴビナ、紛争時は直接的な経済への影響はバニャルカは受けていないが、工業技術などの重要な分野で停泊しその後4年間経済は停滞した。しかしながら、 近年金融部門で重要な地位を得るようになっている。2002年に新たにバニャルカ証券取引所、飲料メーカーのバニャルチュカピバラなどの企業が株式取引所には上場しており取引が行われ、スロベニア、クロアチア、セルビアなどからの投資家のほか、現在では欧州連合諸国からの投資ファンドやノルウェー、アメリカ、日本、中国なども含まれている。 スルプスカ共和国証券委員会などをはじめ、金融当局の本部もバニアルカには置かれ、金融関連の中心都市となっている。1981年当時、バニアルカの GDP は、ユーゴスラビア平均の97%であった。バニアルカは、長い歴史があり、豊かな文化がある。いくつかの博物館が立地し、ボサンスカクライナ博物館や年代に、 設立された民族史博物館、スルプスカ共和国現代美術館がある。また、国立劇場や国立図書館が立地し両方とも20世紀前半から、あり他にも多くの劇場がある。バニアルカでも著名な文化的な中心の一つである、バンスキードボルバンスキー・ディーバーは1930年代に、ブルバス州の総督の邸宅として建てられた。町の中心を象徴する建物として、 国会やコンサートホール、ギャラリー、国営テレビ局、レストランなどが一緒になっている。現代のスルプスカ共和国の政治、文化の中心でもある。街の中心にはあまり十分に保存されていない要塞であるカステル、ケイストルも見つけられる。この中世の要塞も場にあるかの主要や名所の一つである。要塞はブルバス川の砂岩に位置し、街に独特な魅力を与えている。 夏の期間、要塞ではコンサートが行われている。バニャルカには多くの文化芸術団体があり、その中でもパラジックは1927年に設立された団体で、ボスニア・ヘルツェゴビナの中でのこの種の団体の中では一番古いものである。また、主に夏の期間を通じて、バニャルカでは様々な催しが開かれており、音楽や芸術関連のものが多い。 バニャルカには著名なサッカースタジアムやいくつかの屋内、スポーツホールがある。地元のハンドボールやサッカーのクラブチームには選手を意味する伝統的な名称であるボラツの名がいているものがある。バスケットボールのクラブチームは、バニャ、ルカ醸造所、ピバラにちなんで、バニャルチュカピバラと再命名されている。バニャルカには、プレミー L リーガに属する FK ボラツ、バニャルカと、 スルプスカ共和国リーグ一部に属する FK、オムラギナツバニャ、ルッカ、FK ナプリエドバニャルカの3つのサッカークラブがある。ハンドボールのクラブチームも長い伝統があり、RK ボラツ、バニャルカは1976年のヨーロッパチャンピオン、1975年にヨーロッパビスチャンピオン、1991年にアイハフカップの勝者に輝いている。 テニスやブルバス側で行われるラフティングなど他のスポーツも盛んに行われている。バニャルカ周辺部は自然が美しく観光には良い場所となっているほか、バニャルカ市内にも多くの宿泊施設がある。市内や周辺部には温泉やスパもあり観光客を集めている。バニャルカは樹木が多い町でもありグリーンシティの愛称もある。中心部には 歴史的な建物も多く、レストランなどの飲食施設も多く立地している。他の見どころとして、バニキューやクルパ近くのブルバス側の滝がある。ブルバス側のラフティングは現在、地元の観光客にはポピュラーなものとなってきている。釣りやロッククライミング、バニャルカからヤイツエにかけてのブルバス峡谷のハイキングなどもある。バニャルカ国際空港が、 バニャルカから 23km 離れた場所にあり、現在 B&H 航空が中ヒ国際空港との間で週3便、アドリア航空がルブレナ空港との間で週4便の定期便が就航しているほか、チャーター便の就航やサラエボ国際空港のバックアップ機能も有している。当機はサラエボ国際空港より天候などの点で条件が良いためである。 バニャルカは、ボスニア・ヘルツェゴビナの鉄道網を構成する、スルプスカ共和国鉄道の路線網の拠点でもあり、ボスニア・ヘルツェゴビナ北部の町や、ザグレブ、ベオグラード等と結ばれている。ボスニア紛争によって、整備の遅れた路線網や車両不足により、鉄道サービスは貧弱である。長距離バス路線は、ボスニア・ヘルツェゴビナ各地や欧州各国と結ばれており、 幅広い路線網が利用できる。欧州自動車道路661号線が北側のクロアチア国境に向かって続いており、ラクタ市からクロアチア国境までの2車線区間は現在改良工事が行われている。市内の公共交通機関は路線バスが主に担っており、30以上のバス路線があり、市中心部と郊外部を結んでいる。一系統は一番古い系統である。タクシーも また、容易に利用できる交通機関である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。